恐竜っていうのは、まあ、摘んだ花びらに、まあ、雪解け水を入れて、まあ、天然水を入れて、で伝統的な大きな釜で蒸して、その水蒸気が出るんですけど、その水蒸気を冷やして集めたものがローズウォーターなんですね。でそのローズウォーターの上に薄く油の方が比重が軽いので上に上がってくるんですけど、薄く油膜ができて、その油がローズオイルなんですけど、で効果として一番大きいのは胃腸の働きを整える、消化器をケアするっていう目的が多いんですけれども、二日酔いの後に飲むと二日酔いが改善されるとか、あとは夏バテにすごくいいって言われていて、体温調整をしてくれるので、冬の寒い時はちょっとお湯とか温めて飲むんですけど、夏は本当そのままごくごく飲むと夏バテしないっていうふうに言われていて、お子様からもうみんなでこう家庭の中で飲むっていう感じです。あとお料理も煮込み料理に使うとお肉が柔らかくなるとか、魚の臭みが取れるとか、そういういい効果があるので、キッチンにも置いてあって、あとスープとかサラダのドレッシングとか、あとスイーツにも使うんですけど、スイーツは一番私がおすすめなのが生クリームに入れて泡立てるとローズの香りのクリームができて、それがものすごくクリームもきめが細かくなってふわふわですごく美味しいんですけど、個人的に気に入ってるのが、私結構、まあ、家族もなんですけど、ちょっと若干花粉症があって、目がちょっと春先だと痒くなるんですけど、その時に目を洗ったりするんですね。その粘膜にもローズウォーターって使えるので、目を洗ったりとか、あともちろんうがいをしたり、で私が一番効果があるなと思ったのは鼻うがいなんですけど、ローズウォーターをちょっとこう鼻から吸って口から出すみたいな、それはものすごいすっきりします。あと髪の毛にもローズウォーターが良くて、髪の毛ちょっとまあ薄くなってきたなっていう感じの時があったんですけど、その時にもローズウォーターをスプレーして頭皮を毎日マッサージしてたら、その薄毛が改善されたとか、私今54歳なんですけど白髪が一本もないんですよ。でそれはもちろん30代の時とかちょっと若干あったんですけど、その41でローズウォーターになってから髪もいいって聞いたんで、毎日こうマッサージしてたんですね。でなんかこう白髪がどんどん減ってきて、で今全くなくなったんですけど、なんかそういう効果もまあ個人差はあると思うんですけど、あるのかなっていう感じです。ちょっとお肌疲れてるなっていう時はコットンパックがすごく良くて、ローズウォーターをコットンに浸して顔にこうペタペタ貼っていくんですけど、それをやるともう次の日すごくお肌がこうパーンって張ってて、肌にもいいんだなっていうことが実感としてあります。